ちょっとね、本当いろいろ、怪我しながらちょっと、買ってきました。ちょっと大丈夫。待って すごいピンピンしてるから。 ピンピンしてる。 ピンピンしてる。 キリキリちょもちょも、 キリちょもちょも、 今日はいい日だね。 サナちゃん見てる、クロムシです。 モモちゃん見てね。 ちょっとしまたそのお名前は。ももちゃん会いたいよ。ももちゃん、ももちゃん大ファンですからね。ももちゃん、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 クロちゃん、ももクロチャンネル見てます。はい、本日は、そんなももクロチャンネルさんでもご紹介された、うん、入手困難なものを、ほ、うん、ちょっと裏ルートから、すげえ、さすがクロちゃん、やっぱちげえわ。マジでの大人気商品を2人でレビューしてみたいよなと思います。それは、はい、こちらです。一蘭カップ麺。ちもちゃん、これ一蘭のカップ麺。やばい、大好き一蘭。あ、本当ですか。お店にもじゃあ行きますね。こういうね、そうそう、仕切りのあるね。集中型カウンターですよ。そうね、俺も10回ぐらいしか行ったことないけど、まあ今までこれ噂によると一蘭が作った、日清とかそういうんじゃなくて、一蘭の会社が作ったすごいよね。もうガチガチやんじゃん。ガチガチです。そのさ、ももクロチャンネルでも言うとってんけど、その一蘭のそのネットでしかゲットできないし、すぐ売り切れになっちゃうっつって。あ、そうなの。うん、これどこで買うた。俺ね、近所のドンキで。アナルに入れたエネマグラ。びっちりやった。最高、もう角の角まであったから。今は割と買えるみたいなんで、まあなんかその1ヶ月前は、うん、まあこれもももクロ情報ですけど、うん、まあ某フリマサイトとかで1500円で転売されてたとか。1個、うん、1000、やばいね。やばいね。ウーバーイーツでラーメン頼んだぐらいの値段しますね。本当にマジですごいね。マジでウーバーイーツの配達員チャリ気付けろよお前ら。疲れ疲れ。はい、じゃあ早速ね、この一蘭のカップ麺開けて、はい、食べていきたいと思います。はい、それでいきましょう。はい、レディーゴー。じゃあ早速開けていきますか。はい、開けましょう。はい、ビリビリ。まあなんかそのパッケージもそうやねんけど、具入ってないんかな。あえて具材は入れておりません。すごいわ。それはラーメンの本来の純粋な味わいを。すごいわ。煮卵買うてこようかな。うん、これ粉、後入れスープ粉末、はい、A で、はいはい、B が後入れスープの液体、はいはい、C が、秘伝のタレですね。あ、いいね、セックスみたいな、 ABC って言って。はい、はい、さすがですね。まあでも後入れやから、はい、まあ、とりあえず湯沸かしてからか。そうですね、で4分やって。4分、あ、微妙な、うん、なるほどね。ももクロチャンネルさんでは固めが好きな、固めが好きな、そのバリ方とか、うん、食べたい人は2分とか2分半でいいんじゃねみたいなこと言ってたんで。そう言ってましたね。もう我々も2分半ぐらいでいってみようかね。そうね、待てない人も、ね、そう、俺は待てない人だから、ね、待てちゃう。グワバちゃん。グワバちゃん。じゃあちょっとね、お湯を待ちつつ、ね、お湯入れていきましょう。お湯が沸きました。沸き沸きました。ペタマックス以来の。はい、入れていこうと思います。お願いします。お湯お湯お湯。はい、オッケー。はい、2分ていうか、2分って言われたら2分も待てなくない。その4分からの2分だったら行っちゃうんだけど、2分って言われちゃうとちょっと2分も待てない。大阪では何か食べたの、美味しいもんは。もう全く、あ、全く全く。あ、そうなんだ。うん、セブンの、うん、あのタコバジルサラダとブロッコリーと豆の入ってるやつとコンビニのあのとろろそばみたいな。あ、日常と変わんない。日常よりちょっと寂しいぐらいの。そう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 。大阪行くとこう毎回食べたいもんとかないんだ。ない。食い倒れの街よ、だって地元やなって。ああ、そうそう、そういうもんなんだね、地元ね。3、2、1。はい、はい、2分経ちましたので、はい、早速行ってみたいと思いますね。はい、まあビジュアルは
そうですね。こんな感じですね。普通、はい、まだ普通の、うん、普通の感じです。まず A か。A ですね。うん、まあセックスいうとこのキスか。じゃあキスしていこうと思いますね。新しい会社だね。今のところ普通の、何ら変わんない、うん、まあ200円くらい売ってるカップラーメンと変わんないけど。そうだね。乳白色になってきたよ、急に。急にそうね。で、次 B。B。はい、B は？あ、B はね、あの、胸もみです。パイもみですね。じゃあ、パイもみしていこうと思います。でももうこれで基本のベースは完成ってことだもんね。そうね。うん、あ、でも普通のカップ麺の豚骨と変わんない匂い。匂いは全然変わらん。なんかあの一蘭の感じじゃないかもしれない。そうだよね。この秘伝のタレも。これ C ですね。C は？ C はエッチです。エッチします。俺普段ね、うん、その秘伝のタレ、うん、あの、あんま入れへんのよ。あ、そうなんだ。うん、あの紙かくやつね。そうそうそう。何やったらね、その小分けにしてもらったりもする。へぇ、まあでもちょっと入れましたね、あえて。じゃあ、いただきます。いただきます。一蘭じゃねえ、俺の人は騙せねえぞ。いや、美味しいよ。うん、再現率で言うと、うん、スガキ屋に勝るものはないのかなっていう。そうね、うん、スガキ屋がもう100だとするとさ、うんうん、40ぐらいじゃない？26やな。一生案件けえへんな。そうね。でも、美味しいです。でも美味しい。パッケージ変えた方がいいと思う。でもこれ2分でちょうどいいかもしれない。うん、もうすでに固めでもない。そうね、やわだね。280円にせ。うん、ほら、もうちょっと細い麺も。ああ、そうだね。うん、一蘭のラーメンってほんま一玉目ってマジで秒でなくなる感じする。そうね、うますぎて。うん、その感じはないですね。これを開発から携わった皆様、うん、申し訳ございません。食べました。あ、すごい。今日もいつもその、あのチェックシートはどうするんですか。多め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 。タレだけ少なめ。チャーシューあり、白ネギ。ああ。秘伝のタレ半分。ああ、なるほど。一風堂とその一蘭どっちが好きなんですか。一蘭。あ、そうなんだ。うん、九州発祥の博多発祥の、そのチェーン店のラーメンなんかやったら一蘭が一番好き。あ、マジで。うん、スープかな。スープ飲んだ瞬間にうまーってなる。あー、けどさっきは残念ながらならなかったんです、ね、そうね。うん、インスタントのとそうやっぱインスタントの味が拭いきれてないよね。そうやねんな。秘伝のタレでごまかしてる感じする、めっちゃ。そのベースの部分だけ味わった瞬間に、うん、全然ちゃうってなって。あー、そう、秘伝のタレ混ぜて、うん、あ、なるほど、こうやってごまかすのねっていう。なるほど、こんなに正直に言うチャンネルある。でも、本当に美味しい。うん、でも本当に美味しい。はい、はい、完食しました。はい、食べ終わりましたけども、どうでした。うん、一言で言っちゃいますね。うん、一蘭行こう。一蘭が行きたくなる商品これで。確かに。まだ値段言ってなかったですけど、1個500円ちょっとするんですよ。ちょっとそれぐらいの価値があんのかっていうのはちょっとね。マックスバリューの安いやつならここ買えるから。5食分よ。そうね、これ自体は美味しい美味しい美味しい、マジで。ただその、あの一蘭のまんまかって言われたらちょっとね。そうそう、だから美味しい豚骨ラーメンで出し合い。500円の価値を君は見出せるか、美味しい豚骨ラーメン。うんうん、うん、ちょっとこれ使ってください。あのパッケージにもこう、あえて豚骨の味を楽しんでもらうために、あの具をなしにしたって書いてあったんですけど、まあ、そんなに勝負しなくてもよかったのかなって。足入れろ。ぜひね、皆さんももう多分結構ね、買えると思うんで。買える、全然買えるよ。どこでも買えるわ。どこでも。あの、もし見つけてみたら、一蘭のカップラーメン、食べてみてください。でね、あの一蘭好きな人も、初めて食べるっていう方もね、あ、こんな感じなんだってね、
今回はですね、ももクロチャンネルも大好きな、一蘭のカップ麺、食べてみた。お送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ももちゃん、ほんまのこと教えて。紛れもない愛なんだ。この机買ったの、この間。あ、そう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 。いいね。今言ったけど。